もし俺が人気だったらまた座って始めますね。うおーってみんな盛り上がってますからね。これが人気だったらね。ちょっと待って、俺今どれくらい動画撮ったっていうのを確認して動画ボタンをね消しちゃうことだってよくあるんですよ。録画一回やめちゃって、うわすごい撮ってる、びっくりしてる、俺びっくりしてた。今俺が撮ってる動画で16本目です。まあこれ上げるのも多分あと3日後とかになりますけど、はい。まあ多分でも今日はお父さん帰ってきてから、あ、一回寝るわ今日は。ちょっとだから寝るってことはちょっとお父さんがガチャガチャってやってくるまで頑張って起きてようかなっていうの。でも喋ることがないのに喋るっていう惰性でビートボックスするのもな、惰性で三流ビッボするのもな、なんか違うし、おしっこ行ってこようかな。まあいいや、おしっこ我慢しておもらししいよって、すごい。さっきからゲップが臭くてちょっとなんかシュンってなっちゃうね。シュンかシュッと10本瞬間瞬とーって、つまんな、つまんないとかじゃない、もうギャグじゃないよ、ザレ言じゃん、もう。だからもうザレ言だからみんな許してくれよね。喋ってたらフェイス ID 開かないんだな。すごいね、レペゼン地球の リツイート案件がすごいクオリティ高いんでね、動画とかもパクってきて。うわ、でも今度はなんかレペゼン地球の公式の偽アカ作りそうだね、誰かが。レペゼン地球の公式、わあ、俺頭いいな、詐欺師向いてんな。レペゼン地球の公式の偽アカウントを作ってから、そっから全部偽アカウント、頭いいな俺。うわ天才だやっぱ俺。手のこ今度はもう完全犯罪できんじゃね俺。いや、やんないよ、うん、犯罪するならレイプだなって。最低すぎる、もうダメだ、本当にダメだな、絶対これ発掘されんじゃん俺が。でもそれ以外犯罪ってすることなくない？やるんだったら俺は性の獣、陰獣ですから、みだらな獣。ほんとこれ下手したらサイコパスの世界だら普通に捕まってんな俺って、ね、ジョークじゃないもん、ちょっと真面目に言っちゃってるからな。でもね、俺はこれはこの限られた空間の中で見栄を張ってる虎の意を狩る、うん、虎の意を狩る、なんだろうな、ダンボールですから、ちょっと虎の意を狩る、ウサギじゃなくて虎の意を狩るダンボールにしよう、ツイートする、ちょっと面白い、虎の意を狩る。でもダンボール結構強いから虎の意を狩る、耳クソ。虎の意を狩る耳クソっていうツイートしよう。鼻クソってちょっとメジャーすぎね。耳クソってさ、ええー、ってなるじゃん。虎の意を狩る耳クソ。ダンボールって結構雨風しのげたり結構優秀だからダメだなーって思って。じゃあ虎の意を狩る耳クソだって。ってツイートしました。最近ツイッター多いから俺も追廃になってんな。ラファエルさん好きだけど嫌いなんだよねっていうね、こういうあの尻滅裂っぽいもの、好きなんだけど嫌いなの、まあ好きの種類なんですよ。何が好きで何が嫌いかっていうのを言えばしっかりとね矛盾してないってことが分かるんですけど。ちょ、俺ちょっとカッコつけたくなるの、スノビズムだ、スノビッチだから俺は、スノビッチはダメだな、やばいなそれは。まあスノビズムなんで、スノブなんで僕は、
あのまあラファエルさんの好きなところはラファエルさんが一人で淡々と喋るサブチャンネルなんですよね。であと俺の被害が全く届かない偏見、うん、俺がなんか下手したら当てはまるんじゃないかなっていう偏見以外の偏見、俺が当てはまらない偏見、全く無関係の偏見が好きです。俺が当てはまる偏見はなんかもうぶん殴りたくなるけど、まあぶん殴り返されるけどね、うん、普通に痛いよーって泣いちゃうもん俺。すごい痛いよーっていう棒読みも、逆にもう痛すぎて棒読みみたいな声出るよ多分。もう痛いよーってこんな声出ますよ僕。本当に殴られた、いやいやさ、いやちょっと待ってってなるパターンと、本当に痛すぎてもうなんかストックしてた声が出ちゃうよね。もうそれしか出せないって、痛いよーって本当に痛すぎちゃって、でなんかちょっと痛い、本当にそれでカメラ回っててぶっちゃって格好つけてんのに棒読みでも、うわお前一番ダセじゃんっていうね、痛いよーっていうね、痛ぶってないのに痛いよーっていうギャグあるじゃん、うわ痛いなーみたいなの、それと同義だよね。うん、同義っていうか、まあ、同列っていうか同じですよね。もうふざけんなよ、なんか格好つけたい、格好つけんなよ、最初から同じって言えよってね思ってる方もいますが、いや結局言うんかいっていうボケですからね、結局お前交渉ずらしといて普通に言うのかよっていうね、うん、まあ、交渉ずらうざいよな。一番頭のいい人っていうか、まあ、頭いいっていうか頭が良くて優しい人っていうのは、まあ、バカでも分かりやすい、俺でもね、これは俺でも分かりやすいように言うってね、バカって最初に言っちゃうんですけどね、俺でも分かりやすいように言うことですか、俺より理解力のない生き物って結構いないですよ。ドキュンとかしかいないですよ。ドキュンとかは大体俺より理解力は低いですけど、俺の理解力も結構低いですよ。うん、人並み以下です。IQ で答えるならちょっと、まあ9、まあ87とか俺の理解力は。まあドキュンとかはまあ85とかですよね。いや、最近なんか IQ2 かよとか言うのになんかすごい怒ってる人いて、IQ40 っていうのは、そのなんか、積み木とかで遊んで、それで積み木で遊べるかどうかなんですよ。それが結構なお年の方になって、それを見てるお子さんの気持ちも考えてくださいって言ってる気持ち悪いやつがいたな。確かにそうだよね。確かに IQ うんなーってなるけど、うるせえなーと思った俺は。 IQ だから俺もう逆にもふざけろ、 IQ マイナス3000不可説不可説って、もう そこまで言えばいいだろ。もっと振り切っちゃえばいいんだよね。ハリウッドザコシショウさんに、あ僕私はモノマネが2兆個あるんでって言って、いやでも2兆個ありそうだなあの人、ないけどでも2万16万個くらいはありそうだよね普通に。2兆個ある 2K、 まあね、まあ、もうマイナス3000不可説不可説点あるんで、だって成瀬さんにそのツイート送ったらつまんないって言われるんですよ。でもそれって俺嬉しいなって思うな。俺を面白いリプをしてくれる人と思ってやってる前提なんですけど、おめえがつまんねえよって俺ブチ切れたもんな。クソみたいなやつハッシュなんかツイートしやがって、ぶん殴ってやろうかって思っちゃって、俺は成瀬さん嫌いだから俺最近ね、そういうツイートし始めて、俺をなんかもうなんかシッシッってやろうとして、そういうリプを送ってくるのが本当に気持ち悪かったな。成瀬さんおめえつまんなすぎじゃねえかって、やっぱすごいつまんなくなったなって、そんなのしかできねえのかって思っちゃってさ。あれあれ、成瀬さんのリプがなくなってる。え、なんで、え、なんでミュートされてんのか、なんで、なんでだ、なんでなくなってんだよ。成瀬さんのあれリップがなくなってんな。恋の伝説に一回ブロックしたら消えちゃうのかな。うん、ネタツイートの人たちの方が優しいから俺はそっちに行ったんだよね。やっぱかまってくれるって、やっぱ俺かまってちゃんだから大事だよな。恋の伝説に愛はいらない、抱きしめてくれ、君に相談したい、君だけを思いたい、パズルや迷路に。ちょっと待って、成瀬さんにブロックされて送れなかったこんなクソみたいなリップ送ろうとしたんだ。なんか成瀬さんになんかね、もう成瀬さんが俺のことにもう無視し始めて、なんかすごいね、うん、成瀬さん誕生日おめでとうございますってぐいぐい、今日公開した動画たちに見応えバッチシだから見てくやってくれっていうのでね、
で2018年7月9日の動画豪傑たちっていうね、あとこれとこれ、冒険が好きすぎる星野源が作詞したドラえもん、深夜のギブトリ同好会、歴史の傍聴者クリンデストロイヤーとプロ花ほじりゃを添えてっていうね、なんかプロおごられやっていう人のね、あのプロおごられやっていう、ちょっと語感悪いじゃん、語感悪いけど、おなんかあの恋の最初の恋のなんだろうな、前兆の苛立ちみたいな良さが伺えてくるなみたいな時のあの語呂の悪さなんですけど、まあそれでね、俺が独占チャット状態だな、独り言チャットだな、一人だからってね、一文字ずつやってこんなこともできる、ランランってツイートしたらブロックされました。でもブロックすぐに解除してくれたんで優しいんだね、意外に成瀬さんはすぐに解除してくれたんだよ。うん、俺のもう俺ネチネチ言うけど、なんかいつきってもう個人名出しちゃったけど、あの人普通にブロックしようかってで、卵子の強制したい方はぜひともっていうリプルを送ろうとしてブロックされました。でもね、やっぱ優しいんだな。でもクソ DM 送ってるやつがいっぱいいるくせに、なんで俺だけダメなんだよ。可愛い子だったらいいのかよ、ムカつくな。なんで俺だったらダメなんだよ、腹立つな。なんで俺だけで、なんで俺だけで、あ、でも俺のことを気にしてくれてるからブロックしたんだもんな。他のやつなんてどうでもよくてブロックなんかしてねえ。いや、その時一斉にブロックしたと考えると嫌だな。そのうぞうむぞうと一緒にされたのか、俺。ムカつくな。はぁ、でも俺なんかね、女の子を引き寄せる力ないもんな。引き寄せる気がないんだろうな、って言って。いや、でも女の子って言っても、可愛い女の子がいいわ。だったら俺の、可愛いっていうのも語弊があるんだよな。女性、まあ、女の子が可愛いっていうのはすごい、なんかもう、どこか可愛いとこを見つけて可愛いって言ってくるけど、俺の好みの顔と好みの声、好みの、仕草、好みの所作、好みの性格、好みな匂いで、うわ、もうダメだな。これ以上言ったら変態すぎるな。まあ、好みの何かが揃った時が俺は好きなものですから。好みですから。エコノミー。あ、やばいな。これ今ので下手したらね、10年後の面白回では多分俺脊髄やられてた、今のボケで。うん。あの、変なボケをすると多分殺される時代で。まあ、多分自分でそういう法律作って自分で死ぬんだけどな。ライフガードってチェリオが作ってんだ。ちょっと待って。うわ、まあいいや。アマゾンで調べようと思ったけど、アマゾン個人情報バリバリ載ってるからな。バイバイ。